もう一度医学部を卒業した時点に戻って診療科を選ぶとすると先生はどの科を選ぶと思われますか私は家が医者じゃなかったので何かに行ってもよかったんです。それで一番教育的で自分を鍛えてくれる人のところに着こうと思ってそしたらそのベッドサイドティーチング回っててもあれいなかったなと思ってそれで思い直したら病理の先生が一番まあ教育的で 素敵だったので、それで病理に入ったんですね。もしもう一度生まれ直してやり返すとしても、やっぱりその時の時点で、一番、もし日本だったら日本で一番の、それで世界でもいいと思うんですね。最もその、教育的で、な人を選んで、その人が例えば小児科なら小児科になるし、その人が外科だったら外科になると思います。